日葬貿易は日本と中国の総長の間で行われた貿易である。10世紀から13世紀にかけて行われ、日本の時代区分では平安時代の中期から鎌倉時代の中期にあたる。中国の当朝に対して日本が派遣した検討士が停止されて以来の日中交渉である。平安時代には北総との間で死亡が行われ、 ついで南宋の成立後に、平氏政権が貿易を担い、鎌倉時代にも民間レベルでの交流があったが、日宋間で公的に国交を結ぶことはなかった。一連の交易によって、日本には宋戦が流入し、貨幣経済の発展に至った。貿易は、朝鮮半島の高来を含めた三国間で行われ、日本では越前国鶴ヶ谷筑前国博多が拠点となった。 博多には、鎌倉時代に多くの僧人が住み、国際都市となった。960年に成立した北総は、貿易を振興する目的で各地に、市白紙を設置し、日本、高麗との貿易や、南海貿易を行った。日本では、検討指定市の後だ財布の統制下で、日東貿易、高路間貿易が行われた。年の,の入の頃から、 太宰府県能の推備が始まる。日宋館の正式の外交貿易は行われず、一般人のところは表向き禁止されたが、宋の商人は主に博多や薩摩棒の津、越前鶴賀まで来航し、死貿易が盛んに行われていた。宋氏日本殿には次のような一文が見える。天聖4年12月明州こと日本国太宰府、図解人。 三つ方物しかも不持本国表彰のその後また、三つう朝光南果樹うでんその仏下いたり、中国社、創始、巻九十一外国伝、日本国百二十六年に発生した、成功の変、それに伴う南宋の成立は、日宋貿易にも影響を与えることになった。河中、河南の経済的発展に加えて、金の支配下に入った、河北、 中原から逃れてきた人々の流入に伴う南総支配地域の急激な人口増加によって山林の伐採に伴う森林資源の枯渇や薬病の多発などの減少が発生した。前者は南総における寺院造営や造船、缶桶製作のための木材を、都王国などの日本産木材の大量輸入で賄うことになり、愛工寺社理念の造営には、 東大寺再建で知られる長元が天道寺千仏閣再建には臨済宗を日本に伝えた栄祭が日本産木材を提供している。校舎は南宋における漢方医学の発展を流して最新の医学知識や薬品が日本へと伝えられることになり鎌倉時代後期のことになるが梶原章善が宋の医学書をもとに富遺書を編纂し吉田健康が つれずれ草の中で、塔のものは、薬の外になくともことかくまじと述べているのは、裏を返せば、日宋貿易なくして、日本国内の医療が成り立たなかったことを示している。主な貿易品は、日本から前述の通り木材のほか、砂金、硫黄、刀、扇などやら電、薪絵など細工物、層からは前述の医薬品のほか、書籍、陶磁器、絹織物、香料、 そして銅線などである。越前守るでもあった平野忠盛は日ソ貿易に着目し、古イ料である非全国寒崎層を治療して独自に貿易を行い、舶来品を院に申請して謹慎として認められるようになった。兵士政権が成立すると兵士は勢力基盤であった伊勢の産出する水銀などを輸出品に貿易を行った。 平治の乱の直前の1158年に平野清盛は太宰第二に就任し、1166年に弟の平頼盛が官令を破り、太宰府に赴任、太宰府、博多と日ソ貿易の本格的な掌握に乗り出す。貿易は平氏政権の盤石となり、平氏の映画は頂点を極めることとなる。日本で、 最初の人工港を博多に築き貿易を本格化させ、自社勢力を排除して、瀬戸内海航路を掌握し、航路の整備や入港管理を行い、総選による、五福島産経を行う。1173年には、摂津国福原の外交にあたる、大林電白を拡張し、博多を素通りさせ、福原大林電白まで交易船が直輸した。の、 公式な公益のため、総、明名の長官から片書、長書きが、後白河法王と清盛宛に送付され、藤原長則が返書し、後白河法王と清盛が沈没した。この時清盛はすでに入道しており、仏門として、総の地方長官と公式な公益を行うが、中国と日本の正式な国交及び公益ではない、とするなんとも、国肉策であったが、 両国の方針に沿ったものであった。ともあれ、公式な進興策により貿易が流盛を極めると、共に古来の都会制、年期制などの律令制以来の国家による貿易統制が形外化していくこととなった。また一方で、総選の大量流入で貨幣経済が発達し物価が乱高下するようになったり、当庁滅亡以来の異国に対する経済的混乱。 社会不安などの一因ともなった。1九9九年七月、高来と日本の商人に対し同戦の交易が禁制とされた。平氏政権が滅亡した後の鎌倉時代には、日宋間の正式な国交はなかったが、鎌倉幕府は民間貿易を認め、鎮税奉行が博多を統治して幕府からの五分、当選を派遣するようになった。貿易は南宋末期まで行われ、 武士層が進行した前週は、北条独僧家も保護していたため、民間の都来像は貿易船に便乗して来日し、モンゴルによる南僧攻撃が本格化してからも往来は継続している。南僧との経済交流は猛虎襲来にも影響し、南僧の滅亡後も延長として元との日元貿易が行われているが、日宋貿易と比較して、資料上にも乏しくなり、 中国商人の日本居住が困難になっていたと考えられている。1401年に日民貿易が本格的に再開されるまで死亡役が中心となり、公式の交流は南朝方の金永新能が調校し、日本国王に作法された記録がある。前日の通り、894年に検討士が停止され、926年に、 国会が滅び使い国会史が廃止されて以降、日本と周辺諸国との国交は公式には途絶した。人的往来は公式には物騒以外の往来が禁じられた。ただし太財府への貿易統制権労の遺憾を含め、民間解消に多くが委ねられ、中央朝廷からの公易に対する統制は大きく、緩んでいたと考えられる。また日相、 比例貿易の流星と合わせて、琉球湖の南東貿易も流星し、奄美沖縄諸島の社会に質的な変化をもたらしたと考えられている。周辺諸国との正式な公式な国交が再開されるのは1401年に日民貿易が再開されてからである。日本へは、創船、陶磁器や木の織物、書籍や文具、薬品、絵画などの美術品、 香料や書籍などの動物などが輸入された。日本からは銅や金銀などの鉱物や素王など最国で産した木材、日本刀などの工芸品、硫黄などが輸出された。日本に輸入された創船は日本社会における貨幣利用の進展に役立ち、仏教経典の輸入は鎌倉仏教にも影響を与える。当時の船は転覆しやすかった。そのため、 そうから日本に渡る際、船底に重りとして操船を敷き詰めた。船底に敷き詰められた操船を見た日本人は貨幣の概念や利便性を再認識した。そして操船が輸入され日本で流通するに至った。ありがとうございます。